新再生演は、滝口林による漫画。秋代の中国を舞台とした歴史漫画である。副題は、明王朝宮廷物語。プリンセスゴールドにて、2009年11プラス12月号から2018年11月号まで、各月連載された。途中、滝口の体調不良による救済期間もある。中国の新の時代に、 陳丹生によって書かれた古典小説、再生演をした時期に物語の舞台を現代から副題の通りの秋寄生家年間に移す大胆なアレンジを加え架空の人物と史実の人物と絡めなる歴史サスペンス。再生演の著者も女性ならば、滝口も女性であることから加藤徹は読売新聞掲載の書評において 時代を超えた最女の壮大な合作と評している。コミックス11巻による著者跡書によれば、滝口は今までも中国を舞台にした作品を描いているが、あまり少女漫画的な題材とは言い難いことも自覚していた。そこで断層の霊状を描こうと、まずは木乱を題材することを思いつくが、田中良樹の小説、風よ、万里を駆けよやディズニー映画、 ムーランといった先行作品があったため、没になる。続いて、再生演が浮かぶが、舞台となる、元の時代の資料が少ないことと弁発では、少女漫画的なビジュアルに生えないことから、そのままの漫画家は頓挫する。中国史を調べていると即質を置かず、皇后のみを愛した、麹三角が少女漫画に向いていると判明。 その父である聖神三も悪役の存在やエピソードに事欠か,かないことから、この時代を舞台に再編することにした。また、再生演では、もう霊君イコール歴君玉が、家妡に合格するまでもエピソードが多いが、編集部の意向もあり、第1話で家妡への合格と完了になるまでを描いている。宮廷に仕える意師申し元は一万期費の命令を拒んだため、 人質として、娘の霊君が捕らえられるが、霊君は逃亡し、その途上、風流気公師に助けられる。気公師の助力で逃亡に成功した霊君は、父の行方を探すため、断層して、家境主席で突破し、資金城に乗り込んだ。同期の警壁と共に神道と謳われ、有効大使に仕えるが、皇太子こそ、風流気公師その人であった。 そして、霊君は定位をめぐる争いに巻き込まれていく。実在の人物についての詳細は、リンク先を参照。ありがとうございます。